ついにオンライン上でセッションができるようになりました。映像付きで演奏ができます。一緒にセッションしてくれる人を募集しております。どうも、オンラインミュージックスタジオを半分作り上げたキャップでございます。オンラインミュージックスタジオの構築はですね、まだちょっと時間がかかるんですけれども、ついにネット上でセッションすることができました。離れ離れになったバンド仲間ともう一度演奏したいとか、また自宅にいながらセッションしたい、もう大丈夫です。本日はですね、僕が一人でセッションして検証しましたが、できました。それではまずやり方をお伝えします。2つの手順が必要です。まず1、ヤマハから提供しているシンクルームを使用いたします。これで、遅延をなくした演奏をすることができます。これだけでもセッションすることはできるんですけれども、顔が見えた方が盛り上がりますので、ズームを使います。ズームとシンクルームを一緒に使うことで、顔を見ながらオンライン上でセッションすることができます。今回行ったのはですね、自宅の PC、 僕の自宅のパソコンでシンクルームとズームを立ち上げて、こちらのオンラインスタジオの、事務所ですね、と、リンクをさせてですね、セッションを行ってみました。で、自宅のパソコン、自宅の Wi-Fi 環境は結構 あんまり良くなくてですね、どれぐらいかと言いますと、 Amazon プライムとか Netflix を見てたまにこうくる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 したり止まってしまう状態の、環境です。で、こちらのオンラインスタジオは Wi-Fi ではなく有線で行っているので、通信速度は速いんですけども、それで今回実験してみました。これがシンクルームの画面ですね。今回は実験MG オンラインスタジオという名前で、パスワードをこれでやってみたいと思います。このようにドラムを流しっぱなしにして事務所に行きたいと思います。セットしてきました。それではやってみたいと思います。それでは事務所のパソコンでもシンクルームに入ってみたいと思います。早速ヤマハのホームページに入って自宅で設定したシンクルームを調べてみたいと思います。ありますね。ルームに入る。で、先ほど設定したパスワードを、来てますね。それではズームをつなぎます。自宅ではこちらの変なキャラクターを置いてまいりました。で、ズームはミュートにしないとハウリングしちゃうので、必ずミュートにしてください。セッティングしていきます。しっかり聞こえております。しっかり聞こえております。ちょっと調整取ります。ドラムとドラムでセッションしてみたいと思います。今ですね、マイクをつないで、こちらのマイクをつないで、自宅のドラムの音を少し上げてみました。
若干聞こえないかな。次はギターで試してみます。それではあいみょんのマリーゴールドをちょっとこのドラムに合わせてやってみたいと思います。どこまで誤差、全然あれは感じないですけどね。やってみます。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと。懐かしいと笑えたあの日の恋も離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない。どうでしたか。一人で演奏しているので動画ではちょっと伝わりづらかったかなと思うんですけれども、体感としてはですね、ほぼ遅延なく演奏することができました。まあ、もちろん僕の腕はあると思うんですけれども、ただこれは使えます。どんどんこれを使って音楽を楽しんでいきたいと思いますので、一緒にセッションしていただける方を募集しております。今回、オンラインミュージックスタジオのホームページを作りましたので、ぜひ一緒にセッションしていただける方がいましたら、そちらよりお問い合わせください。コメント欄の方にホームページや掲載しておきます。一緒にセッションを楽しみましょう。